日本財団が推進する海と日本プロジェクト in 新潟。今年で34回目となる日本海夕日コンサート。美しい夕日をバックに楽しめるコンサートへ、県内外から多くの人が集まってきます。この日本海に沈むこう綺麗な夕日を見て、素敵な音楽を聴いて、大事な方々と素敵な思い出を作っていただくのが一番の魅力でしょうかね。今回このコンサートと連携し、オリジナルうちわの配布や大型ビジョンでの海応援動画の放映を行い、海の大切さを来場者に訴えました。連携事業を通して来場者からはこんな声も。海って楽しいもんだと思うから、いつまでも大事にしていくところだと思います。やっぱこういうところに来ると海にも馴染めますし、綺麗なこの砂浜じゃなきゃいけないなっていうのは感じると思うんですけどね、はい、浜風とか感じながらライブとか見れるのはいい環境でやれてるなと思います。泳ぐだけじゃなくこういう楽しみ方もあるかな、広い砂浜に響き渡るアーティストの歌声、観客は潮風に当たりながら素敵な海辺の時間を過ごします。この機会にですね、我々にとって大切な海をですね、本当に身近に感じていただいて、でもっともっと海に関心を持って、感謝の気持ちを持ってですね、そういう気持ちがさらに高めることができればですね、このコンサートの意義になると思いますし、願っております。海と日本。